キルヤットガトは、イスラエル南部地区に位置する市である。テルアビブから 56km 南、ベールシェバから 43km 北、ガザから 45km エルサレムから 68km の地点に位置する。2016年時点で、人口は52,585人であった。キルヤットガトは、ペリシテ人の5大都市であるガトの名を冠している。ヘブライ語では、ガトは、 ワイン絞りを意味する。1950年代、考古学者が井岡の近くに遺跡を発見し、ペリシテ人の都市ガトと誤解した。今日、ガトの存在した場所として有力なのは1 3トル北東のテルエスイコールサフィである、キルヤットガトの歴史的背景。キルヤットガトは1954年に移民キャンプとして設立された。その後、開拓村として、 モロッコから移民してきた18家族によって開発が進められた。設立された場所は1948年の第一次中東戦争以降過疎化が進み廃墟化したパレスチナ系アラブ人のイラクアルマンシアという集落の跡地のすぐ西側だった。イラクアルマンシアが元来あった場所は現在キルヤットガトの開発地域内に取り込まれている。キルヤットガトは規模拡張を続け、 1992年には同じく廃墟化していたパレスチナ系アラブ人の集落であるアルファルージャのあった場所まで拡大していた。1958年の時点では4400人の住民が暮らしていたが、1969年には主に北アフリカから移住したユダヤ人によって人口は17000人まで増加した。初期の経済はラキシュ地域での面化。 羊毛などの農業をベースとしていた。1972年12月、キルヤットガトは死に格上げされ、イスラエルの31番目の死となった。キルヤットガト市街の空撮。1990年代はソビエトからのユダヤ人移民がイスラエルの町に大量に流入し、人口は1995年時点で42,500人まで増加した。市の東端にある ラビ工業地帯の開発と行動6号線の開通により、市の経済はさらに発展を続けている。2012年、市民の93.8%をユダヤ人が占める。当初、キルヤットガトの人口の大半はセファルディム、ミズラヒム系のユダヤ人であった。ソビエトからのユダヤ人移民は大量に流入して、以降、住民の1、3が、 旧ソビエト連邦出身であるる。と推測される1990年代に閉鎖されるまでは、ポルガトり工場が市内の主な働き口であった。1999年2月18日インテルがペンティアム4やフラッシュメモリを製造するため、チップ製造工場を設置した。インテルは工場の建設の際、イスラエル政府から5.25億ドルの助成を受けている。 2006年2月、キルヤットガトの第2のインテルの工場が提訴。しかし、キルヤットガトの失業率はイスラエルでも有数の高さである。キルヤットガトのマンションと公園イスラエル鉄道がテルアビブとベールシェバ間を接続している。また、キルヤットガトは、高道40号線、高道6号線の主要道路の中間に位置している。25の学校が存在し、 生徒数は一万六百七十六人。これらの学校の内訳は、十八が小学校で生徒数五千四百九十八人、十三が高校で生徒数は五千百七十八人。二千一年にキルヤットガトの高校を卒業した生徒の五十四点七パーセントが大学進学資格を持っていた。市内には教育センター、科学センター、コンピュータ化図書館のほか。 工業、芸術、技術センターも存在する。2012年、キルヤット・キャットの高校生がノーベル物理学賞への第一歩を受賞した。ニネトタイブ、ありがとうございます。